通常技体育してるやつは全員後期にやられます。やばいプラスフレームもらってます。はぁ、いい加減にしろよマジで。ゲボ吐くぐらい強そう。豪気の性能のやつとか見たくね。普通に豪気のキャラクターガイドも見とくか。見たなかったし。覚悟は良いか。はい、もうね、そのもうやばい。扱いやすい技が高水準の性能で揃っているが体力が低く、この体力が低いだけでこれになるのやばい。いいね、強そう。波動速え、波動速え。これって OD? 何なのあの技。これがヤバそうだよなマジで。置き攻めついてきそう余裕で。めちゃめちゃ前ステップアダコーダになりそう。大パンのリーチ長いね。中足ヤバ。ちょっと待って、は長っ。これもっと長いでしょ多分。うわ、で、ダイパンが、ダイパンも長そうだな。いや強そう、強そう。ゴー波動拳。うわ、ジャック遅ぉ。硬直どんぐらいなんだろうねこれね。うわー、やめない、その弾 OD 使ったら攻め継続みたいな。残空はこれコンボになるよね多分当たったら。うわ、これ通常技対空の人間が全員死にます。これ通常技対空してるやつは全員後期にやられます。まあ昇竜拳はな、まあぶっ放しいよな。状況良さそう。ジャックと中はしゃがみに当たらぬが威力の高い強は当たる。は？もうじゃあもうジャックと中なんて誰も使わんやんけ。はい、立ち中キック強制立ちなんこれ。立ち中、あーそういうことか。まあ膝やな、5の5の頃と同じのやつやな。裏回りだ。これ何？強いんかな。コンボ入りそうだけど。強っ。インパクトも、インパクト確んなさそう。まあさすがにでも反撃ありそう4フレで。ヌーン、百鬼ね、何があるんですか。百鬼早えな。はい、百鬼豪山下段技ですね。え、やばいこと書いてる。みんな下段攻撃であり、ガードされても相手より先に動くことができる。交代する相手やガードを固める相手に仕掛けるとせよ。プラスフレームもらってます。豪気がプラスですって言ってるわ。さすがにないっしょこれは。プラス、さすがにマイナスっしょこれ。プラスもらってたらだってもう
この対空出せなかったら終わりやん。さすがにコパとか打ったらまあどうにかなるか。百鬼法人、あーはいはいはい、胴体より下、膝下か。ちょマジ思うんだけどさ、だったらダルシムのドリルもっと強くしてくんねマジで。なあダルシム HP 少なくしていいからさ、ダルシムにもくれよ。はぁ100機中断、ガードされても相手より先に行くことができる。ノーゲージで、ノーゲージ中断有利。これマジでさ、はぁめっちゃ良さそう、これめっちゃ使いやすそう。100機やば、これなんでさこいつのドリルはさ中足がつながんねん。いい加減にしろよマジで。フェイントもありますと。希少すぎー、はぁ、あ、やばすぎグロ、え追加の D ゲージを消費せずに発動できる、マジかよ。減りそう、これブランカのサポートと同じ性能なんかな。SA1 がさこれいいよな。 SA1 が5波動なのいいわ、すごくいい。これも SA1 よな。えこれやばいな。さあモダンキラーじゃねこいつ。これだって前飛び見てさ、モダンが昇竜出したら当たるっしょ多分。まあモダンだるそうだね、ゴーキー対空出したと思ったらってのがありそう。ルークとルークだな。 SA2 は SA2 は多分ほぼルークです。これ多分壁バンマン、マジか。しかも玉無敵、SS3 はまあ置き攻めあんのかな、どうなんだろう。昇竜キャンセルあったな。やばい、ゼロ距離で。ラッシュ瞬獄殺やばいよな。動画回ってきたけど見ててやばかったわ。コンボで入るの、かっけえ。まあ CA でなると、ありえないぐらい強そう。ゲボ吐くぐらい強そう。